どうもお疲れ様です。舞姫大学の特別講義でございます。まあ、今回ね、ナミさんの方からスキルの習得に必要なことということでお話をいただきましたけども、私としてはね、そのスキルっていうのは自分のスキルを積み上げた時と、そのスキルが何か売上に変化をもたらしたりとか、他者の行動に変化をもたらしたりとかってするのとはまた別のフェーズなんだろうなと思うんですよ。だからスキルは確かに蓄積されていって自分のスキルにはなったんだけども、それが結果となって現れるまでにはまだね、タイムラグがあったりとか、濃淡があるんじゃないかなと思うんですよ。10のスキルを積み上げても結果としてはね、1とか2にしかならないかもしれませんし、時にはマイナスになるかもしれないと。でもそういった振れ幅を積み重ねながら、ずっと長い目で見るとスキルを積めば積むほどプラスの要因がでかくなってくるってことなのかなと思うんですよ。スキルがあるがゆえに大きなマイナスを感じるってこともこれ確かにあるんですよ、ね、スキルが高くなっていっても失敗したりね、そのスキルが裏目に出たりってこともありますから、だから1回1回に一喜一憂するよりも、まあ、10回中何回とか100回中何回、っていう風な考え方でトータルでプラスには必ずなってるよねってところをしっかりと見る必要があるのかなと思います。またですね、スキルが身についていると思っていたんだけども身についていなかったり、スキルを身につけたがゆえにそれはね、勘違いして逆の効果ばっかり出していくってこともありますので、自分のスキルが確かにものになったかっていうのをね、見ていただく人がいるっていうのはすごくありがたいことだと思います。例えばそれが師匠でもいいんですけども、お互いにビジネスを高め合ってる仲間とかね、こういった方がいると自分の向かう方向が間違っているのか勘違いしているのか確かなものなのかってことが客観的に分かることになりますので、だから一人で自分のことを見るっていうのはなかなか難しいんですけども、他者に評価してもらうとかね、 SNS でしたらコメントに書いてもらうとかっていうのは非常に有効なのかなと思います。でもやっぱり自分の師匠たる人を持つのがいいでしょうね。遠慮なく自分のことをね、評価してくれて、ダメならダメでどうすればいいかってことをやっぱりね、申し添えてくれるっていうんですか、通常のコメントっていうのはダメ出しだけなんですよ。でそこで終わっちゃうんで、なんかね、気持ちの悪いものが残るんですけども、これは良くないよ、だからこうしましょうっていう風な形を取っていただくと、すごくね、指摘がありがたいなってことになって、単なる批判じゃなくって、それは指摘になるわけなんですよ。またうまいこと結果が出た時っていうのは適切な、そこにはね、ねぎらいがあったりとかしますんで、まあ、非常に励みになるかなってところですよね。じゃあ本日はこんなとこですか。スキル皆さんもね、積み上げていきましょう。やっぱりね、自分のスキルっていうのは自分を裏切らないんですけども、他者の成果物に依存するとそれはですね、なかなか自分のところに戻ってこなかったりとかするわけですよ。だから基本的にはね、ネットワークビジネスってやつですか。ネットワークビジネスっていうのは自分に力がなくてもチームの力で利益を取れるみたいな発想でしょ、だからあんまりうまくいかないんですよ。逆にネットワークビジネスに参加して自分のチームの売り上げの9割を自分で出してやるみたいに考えるとうまくいくんですよね。またそういう人たちとネットワークが組めると、それは本当に強いチームということになります。チームの誰かが大きな成果を出した時に、そのおこぼれにもらおうっていう人がいくらね、100人集まったって、お互いに依存心だけで成り立ってますから、離脱が早いということになります。はい、じゃあ今回はちょっとネットワークビジネスの話もね、ついでにさせてもらいました。以上でございます。お疲れ様です。